自由貿易協定、自由貿易協定、自由貿易協定とは、2カ国以上の国、地域が、関税、輸入割当など、貿易制限的な措置を一定の期間内に撤廃、削減する協定である。締結国、地域間の自由貿易及び投資拡大を目的として、関税、非関税障壁を取り払う。北米自由貿易協定等の多国間協定と、 二国間協定とがある。一方で、経済連携協定と呼ばれるものは、FTA に加えて、投資、政府調達、知的財産権、人の移動、ビジネス環境整備など広範囲な取り組みを含む協定であり、定約国間の貿易、投資の拡大を目指す協定である。2018年4月末時点で305の協定が WTO、 世界貿易機関に発行済みとして通報されている。WTO に通報されたものは経済連携協定と呼ばれているものを含む。自由貿易協定は特定の国や地域との間でかかる関税や企業への規制を取り払い、物品やサービスの流通を自由に行えるようにする取り決めのこと、通商政策の基本とも言われる。経済連携協定は 物品やサービスの流通のみならず、人の移動、知的財産権の保護、投資、競争政策など様々な協力や幅広い分野での連携で、両国、または地域間での親密な関係強化を目指す協定。地域間の貿易のルール作りに関しては、過去世界貿易機関を通した多国間交渉の形が取られていたが、多国間交渉を一つ一つこなすには、 多くの時間と労力が取られるため WTO を補う地域間の新しい国際ルールとして FTA や EPA が注目されている。日本は東南アジアやインドとの経済の連携協定を進めてきたように FTA だけでなく EPA の締結を求めている。その理由は関税撤廃だけでなく投資やサービス面でも幅広い効果が生まれることを期待していることによる。 ただし、日本政府の公式見解では、フリートレードアグリーメントについて、国際的に確立した定義があるとは承知しておらずとしており、従って、EPA、FTA の総意についても、国際的に確立した定義にいるものは、日本国政府としてはあるとはしていない。2018年9月26日の日米共同声明において、日米両国は、 日米物品貿易協定について交渉を開始すると発表した。これについて安倍総理は記者会見において今回の日米の物品貿易に関するタグ交渉はこれまで日本が結んできた包括的な FTA とは全く異なるもの。今回合意をいたしましたタグ。これは FTA とは違いますが、しかしまさに物品貿易に関する交渉でありますと発言しているが、 タグは g ッ t 第24条に定義する自由貿易協定そのものであり、サービス分野その他の分野を含まない物品貿易に限定した自由益協定ということになる。協定の性格は名称でなく実質決まるものであり、北米自由貿易協定の最高賞の結果として合意された協定は、米国、メキシコカナダ協定と自由貿易を含まない名称となったが、 これにより自由貿易協定でなくなったわけではない。また、物品貿易協定という用語は、日米共同声明に存在しないとの指摘がある。共同声明は、英語が成分とされそこには、f o r AJAPAN, United States Trade Grimonton Goods, as well as, On o t h e r k e y alias Including Service, t h a t c a n Produce Alli a c h i e v e m e n t s とあり、日本の外務省のわけは、 日米物品貿易協定、タグについて、また、他の重要なの、サービスを含むで早期に結果を生じ得るものについてと、している。しかし、在日米国大使館の役分では、早期に成果が生じる、可能性のある物品、また、サービスを含む、その他重要分野における、日米貿易協定の交渉とあり、物品とサービスを含む、その他重要分野が並列で、 日米貿易協定を就職している。少なくともタグという略語がないことは明らかである。これについて、玉木雄一郎、国民民主党代表は、ちょっと言葉を強く言えば絶造だ。あえて正しく、英文を訳さずにタグ、物品貿易協定という略語を創設し、FTA、自由貿易協定ではないという国内向けの説明を、するために、意図的に語訳をして作られた。 絶造文書だと言っても、両とコメントした。また、この協定の交渉開始について、トランプ大統領より、米国議会へ通知されているが、この中で関税及び、非完全障壁と明示している。自由貿易協定には、経済的利益のみならず、政治的利益が期待される。経済的メリットとしては、自由貿易の促進拡大により、スケールメリットや、 協定国間における投資拡大の効果も期待される。また、地域間における競争促進によって、国内経済の活性化や、地域全体における効率的な産業の再配置が行われ、生産性向上のメリットも期待される。政治的メリットとしては、協定国間の地域紛争や、政治的圧力の軽減や、地域間の信頼関係の熟成が期待され、 また貿易上の問題点や労働力問題なども各国が個々に対応するよりも協定地域間全体として対応をすることができる。一方でデメリットも有料される。協定推進の立場の国や人々は地域間における生産や開発の自由競争や合理化を前提にしていることが多く、自国に立地の優位性がない場合、相手国に産業や 生産拠点が移転する可能性がある。このため国内で競争力があまり強くない産業や生産品目が打撃を受けたり国内消費者が求める生産品の品質を満たせない製品が市場に反乱るなど生産者にとっても消費者にとってもデメリットが生じる可能性が存在する。国外から入ってきた製品が 独特のニーズに応えられるかどうかは未知数であり、他の自由貿易協定地域で起きたメリットと同じことが、また別の国家間で結ばれた FTA においても、起こるとは限らず、むしろ国民が望まない方向へ、経済的にも政治的にも進む可能性もある。すべての関税同盟、貿易共同市場、経済同盟、関税通貨同盟及び、 経済通貨同盟もまた自由貿易地域を有するが、これらは各記事においてのみ記載される。東、東南アジア地域では受験条項に基づく万国協定などを除き、FTA 締結の動きは遅れた。アセアン諸国は、アセアン自由貿易地域を1992年に締結し、段階的な貿易自由化を行い始めた。 アセアン域内での関税や非関税障壁の引き下げを行い、貿易の自由化、それに伴う経済の活性化、発展を目的とするものである。しかし、東アジア諸国が FTA 締結に取り組み始めるのは1990年代末以降である。また、中国や台湾は、それぞれ2001年、2002年まで WTO にも加盟しておらず、 WTO 加盟国との FTA 締結はできない状況にあった。この地域において FTA に最も積極的なのはシンガポールである。AFTA においても定常国のタイと並ぶ推進者であった。AFTA だけではなく域外国との FTA 締結にも熱心であり、2000年11月にニュージーランドとの間でニュージーランドシンガポール経済連携緊密化協定。 に調印した。その後、日本、エフタ、2002年、オーストラリア、アメリカ、2003年、ヨルダン、2004年、インド、太平洋4カ国、チリ、ニュージーランド、ブルネー FTA、韓国、パナマ、カタール、2005年などとの間で締結済みである。今日の東アジア経済統合において、アセアンは事実上中核的な位置を占めている。中国や日本、 後に韓国は、アセアン諸国全体との FTA をそれぞれ締結し、それをまとめたものを、アセアンプラス 3FTA として事実上の東アジア FTA を構築するのが、規定路線になっている。2002年に、日本の小泉首相が、アセアンプラス5構想を提唱し、オーストラリアやニュージーランドも含むべきだと主張したが、これも、アセアンを中心とする枠組み構築に沿ったものであった。 オーストラリア、ニュージーランドはすでにアンスサータを締結し、この CER と AFTA の間の FTA 構想も交渉が行われている。また、ASEAN では、広域 FTA の中核となるだけではなく、域内経済統合の進化を模索する動きもある。2003年に、第9回 ASEAN 首脳会議は ASEAN 経済、共同体と他分野における共同体の創設を、目指、 第 2ASEAN 協和宣言、バリコンコード2を採択した。ただし、この ASEAN 経済共同体は f t a アルファとして議論されており、ヨーロッパにおける経済共同体や EC 市場統合などと比較でるレベルのものではない。日本は1998年12月に日韓自由貿易協定の効果等についてのシンクタンクによる韓国との共同研究を行い、 2000年5月終了、ついで日韓自由貿易協定ビジネスフォーラム、2001年3月から2002年1月、日韓自由貿易協定共同研究会、2002年7月から2003年10月を経て2003年10月、日韓両国首脳は交渉開始に合意した。しかし、韓国との FTA 交渉は2004年11月の、 日韓自由貿易協定交渉第六回会合を最後に中断となったその間に日本はシンガポールとの間で交渉を進め2002年に日本初の経済連携協定日本シンポール新時代経済連携協定が発行されるに至ったその後アセアン諸国それぞれとの二国間交渉に乗り出しまたメキシコとも経済連携協定を締結した 2007年4月に開始された日本オーストラリア経済連携協定の交渉については農業、落農に関する関税が撤廃により日本産の農作物や乳製品が圧倒されると予想され北海道などで反発が相次いでいたが日本オーストラリア経済連携協定は2015年1月発行した経済学者の田中秀は 貿易自由化や規制緩和の効果が実際に現れるのは長いスパンが必要であり5から10年で見ないとよしあしは言えないと指摘している。ノーベル経済学賞受賞者のジョセフ・イース・ティグリッツは自由貿易協定は自由な貿易協定ではない。実際の貿易協定の批准書は何百ページとある。そんな協定は自由貿易協定ではなく管理貿易協定である。 こうした貿易協定は、ある特定の利益団体が恩恵を受けるために発行されるものであり、特定の団体の利益になるように管理されているのが普通である。アメリカであれば、USTR、アメリカ合衆国通商代表部が産業界の中でも特別なグループの利益、とりわけ政治的に重要なグループの利益を代弁している二国間の貿易協定が発展途上国に 多大な犠牲を払わせている。実際に自分が関わったケースでも、二国間の貿易協定で途上国に大変な犠牲を強いることがよくあったと指摘している。スティグリッツは、アメリカ合衆国財務省、国際通貨基金のワシントンコンセンサスが、貿易の自由化、資本の自由化を強制することで、途上国の人々を苦境に陥らせていると指摘している。スティグリッツは、 貿易の自由化は経済成長をもたらすとされているが、非行き目で見ても、この主張を裏付ける証拠はない。国際貿易協定が発展途上国を経済成長に導けなかった一員に、バランスの欠如がある。先進国には裁量的な関税率が認められる一方で、途上国には平均して4倍の関税率を設けてきた。また、途上国が、 国内産業への補助金を撤廃させられた一方で、先進国は巨額の農業の補助金が認められてきたと指摘している。スティグリッツは、独占、河川の弊害を防ぐための競争政策を提案している。ノーベル経済学賞受賞者のポール・クルーグマンは、国際貿易に無知な人ほど自由貿易の効力に幻想を抱きがちであると述べており、自由貿易が 経済にポジティブに作用するかのような神話がつられやすい傾向があるが、貿易を専門とする経済学者は、そのような行々しい見解を自由貿易に抱いているわけではない。また、一般論として、輸出増で増えた分の雇用が輸入増での雇用源によって相殺されてしまうため、自由貿易は雇用喪失をもたらさないとしている。法学者の奈良崎緑は、 自国政府に不信を感じている勢力は政府が外国政府との間で国家間関係を緊密化する代償として国内産業を差し出すような条約を結ぶことを恐れている。この立場にとっては国家主権とはその国の自立、自己決定権を意味し自国の政府を国家主権の体現者としてはふさわしくないとみなすこともある。企業体国家の仲裁手続きを認めている。 自由貿易協定が立法権を侵害するという主張は必要な制度の策定を政府が自粛する可能性を恐れていると言える。自由貿易協定の交渉を行う際には政府は国内でこれまでの産業保護の政策や立法を変えるための取り組みを始めなければならないと指摘している。経済学者のディーン・ベーカーは近年の自由貿易協定は 一般労働者の労働条件を向上させるものではないと論じる。現実には自由貿易協定は多くの経済学者が理想として描くものとは大きくけ、離れているとベーカーは述べる。例えば、北米自由貿易協定とその皇族協定は、それらの協定がアウトソーシングを容易にするものだったために労働者の賃金を下げる性格を有する協約だったからである。ナフタによって、 米国の鉄鋼所職工や自動車製造労働者が発展途上国の低賃金労働者との競争にさらされ、その結果米国の製造業労働者の賃金低下を招いた。ナフタなどの協定は大企業がその国の民主的プロセスを握り潰すために使う道具であるとベーカーは論じる。環境保護、安全。 健康などについての基準は民主的に選ばれた政権によって規制がかけられる。大企業はナフタその他の協定を利用してそれらの規制を妨害することができる。環太平洋戦略的経済連携協定でも同じことが起こるとベーカーは述べる。米国ではとある特許政策のために抑制されないほどの独占が数十年間も製薬会社に与えられていた。米国民は 米国以外の先進国、それら先進国では、製薬会社による市場独占をある程度制限しているでの価格の2倍の価格で、処方薬剤を購入している。ジョセフ・イース・ティグリッツは、発行から10年以上を経て、ナフタの失敗は、規制事実となっている。ナフタ成立から10年間で、アメリカ・メキシコ両国間の所得格差は10%以上広がり、 メキシコ経済を急成長させるという結果ももたらさなかった。メキシコの10年間の経済成長率は実質で一人当たりの国民所得で1.8%に過ぎなかった。また、ナフタはメキシコの貧困を悪化させた一因員となった。ナフタは関税を撤廃させた一方で、非関税障壁が丸ごと存続された関税にとらわれすぎた結果。 メキシコは競争力強化に必要な措置をおろそかにしてしまったと指摘している。ポール・クルーグマンはナフタ成立を貿易ブロック化に向かう大きな流れの一環と見るのは間違いである。何が脅威となるかというと、それは時代錯誤の保護主義、強調で利己的な保護主義であると指摘している。クルーグマンは貿易によって雇用がどれだけ増えるか、 あるいは減るかといった問題の立て方そのものがアメリカ経済の仕組みを誤解している。ナフタが雇用にどのような影響を与えようと他の経済政策、特に金融政策によって必ず相殺できるという事実が見落とされている。理論的にはナフタはアメリカの非熟練労働者に悪影響を与えることは認めざるを得ないが影響は極めて小さいと考えるのが妥当である。 ナフタによるアメリカの雇用、環境面のコストは小さいものであると指摘している。クルーグマンは、アメリカは、対ヨーロッパ諸国よりも、はるかに、カナダ・メキシコとの貿易量が多いが、ナフタを結んでいるからだけではない。ナフタが締結される以前から、アメリカ・カナダ・メキシコの貿易は、非常に盛んであった。むしろ、貿易が盛んだったからこそナフタを締結する意味があったと言える。 従来から非常に強力な貿易関係があったから、ナフタを締結するのが必然的だったと言えるわけである。一般論で言えば、地域貿易協定は、確固たる貿易関係がある場合、非常に大きな意味をなす。例えばナフタは、基本的にしっかりした貿易関係があったため、意味があったと指摘している。経済学者のヤシロナは、ナフタについて、 カナダの企業がアメリカの企業に買収されたとか言われているが、ナフタで最大の利益を得たのはカナダ経済である。それはカナダが広大なアメリカ市場に対して輸出を拡大できたからであると指摘している。スティーブン・ランズバーグはナフタを批判した。ロスペローはアメリカの賃金、雇用が低下するという推計を持ち出した。それは協定によって消費者物価は下がり、 手に入る商品の種類が豊富になるという推計である。協定のおかげでアメリカ人が労働を減らし消費を増やすことができればアメリカ人の価値なのであると指摘している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。